はい。女の子の声が聞こえてたんだよ。怖いな。でも一応奥まで行けたっていうことは幽霊さんたち的にはまだ通してくれてる感じでいいんですよ。まだ警戒だからその事故で亡くなった方が一緒にいるかな。おう、え、今も入り口近くなったから消えるって言ってたから。暗さのせいなのか、ちょくちょくピンボケします。またボケた。はい、また来たか。じゃあ現れていいっすよ。なんていうか、かっちゃんの隣を歩くっていう幽霊にしてはなかなか珍しいことをやってる子だと思うんですけど、成仏はしたくないんですか。なんか誰も来てくれない。だけど、俺もわかんねえし、どこの墓かも。死だ。死が。死だから死だ。滋賀からここなら近いですね。いや、ワクワク出てるな。やばいな、やべえな、一人ごと喋ってるようなもんだもんな。そうですよ、だからちょくちょくあの俺が聞いて説明を求めてるくだりですけど、今ここに本当にずっとこういうふうに入ってきてボケたはずなんですよ。おうおうおう、カメラって確か、はい、ボケ方がこういうふうにこっちに来たんですよ。右側からこの左に向かっていくような感じで。そうそう、いや説明しないと 見えない。見えないですよ、それ当たり前じゃないですか。でも位置高いですよね。いいの。ちょっと待った。今のはもうフォローしようがないわ。あれ方やべ。背が高いんですよ。80センチってでかいな、思ったよね、こうやって。ああ、180、まあ高い方ですね。トンネル入る前よりはぬるくなったなって感じ。トンネル入る前が一番寒かったから。もうボケじゃないやろ。うん、とりあえず。まああくまで幽霊さんいるっていうことが分かればいいかなぐらいで。幽霊は撮りたいんだよ俺は。
なぜ映る映らないの？じゃあ映ってってお願いしてみたら幽霊さんに。まだここの幽霊さん話続きそうですけど。今ここに一人います。離れろ。離れろ。怒られた。すいません。あの子には触れちゃいまして。おっと。この前の影に映ってた人だって、俺らを連れてた。ああ、かっちゃんの影が変動した理由のあの子。すごいね、お昼間にあった謎を全部割と解明してきてるぞ、この夜編で。しかし、ひどいな、人間って。ね、生きてる人間が一番残酷。一番綺麗な人間が、これは本当に。ただ、トンネルを通るだけでいいじゃん。いたずらする必要ないだべ。ないだべ。全然なんか物散らかってなくて綺麗なトンネルだなっていうなんかあれだったんですけど、もう自転車を引きずり出されるとか無法地帯でござる。で、この中に一人いらっしゃったと。今もいらっしゃる？いや、今いない。ひどいなぁ。でも欲しいな俺。盗難を直されたためです。普通に生きてたの、うん、乗ってたんじゃない。まあやんちゃしてた子がやったんでしょうな。俺らが来てからの後らしいよ。あらまあ、歩幅を速くするペースですか。まだ大丈夫。とりあえずかっちゃんが走ったらなんていうの、何も言われなくても走りますので、そこ。いや、走らなくてもいいから、もう死活しろだって。なるほど。あとはお願いします。うん、僕らは帰ります。そうですね。違うライトが光った。え、いや、これしかないですよ。頭に変電が。もう一個白いのがふーってここに動いてあるんじゃない。上のライトつけた。うん、あれ両手塞がってるのにどうやって持ってきて、なんていうの、意味なかったなって今思ってるもん。後で動画に見えるか。分かりやすくするために一旦途切りますか。はい。これがさ、はい、電源切れるのが早い。バッテリーを充電したら外すよ。もう切れる。いつもやったらまだずっとつっぱなしないのに、もうすぐピーンと切れる。なんだろう。おっと、俺の影がおかしいな。割とやべえ状況じゃねえか。
真横に来てた。真横に来て。骨です。うん。これでいいか。これ維持した感じだ。維持した方がいい感じですか。うん、俺の横に俺は絶対ない。はーい。もうちょっと結界を強く張るようでいいな。おっと。先に行け。はい。行っていい。はい、ありがとうございました。怖かった。怖かった。マジかよ。今もう出てき、トンネルから出てきて大丈夫な感じと思っていいんですか。足すったのが痛かった怖かった怖かった。やっぱお経ひでえぞ。ああ、そのさっき言ってた女の子が唱えてた感じで。いや、もう一人おるんやて。それが無言なんや。一番無言が怖いんや。なんかすげえ震えが来る。俺が。寒さなのかなと思うけど、寒さでもねえなと思ってよ。ひでえな。具体的にあのお経が聞こえて、かっちゃんはどんな状態になるんですか。それはまずお経から言うと、はい、引き込まれていく自分が。ああ、これは多分よ、引き込まれていくお経なんだなっていう、自分で初めて知った。いわゆる俺ここに残るわって言いたくなるようなタイプ。そう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 。かっちゃん相手にすげえことやりよる。あ、なんか俺動物おるもん。あそこ嫌だな動物。はい。小動物今そこ通ってた白い。見てなかった。そう。もうね、引き込まれそうなの。向こうの国へ。ああ、要は。取り憑かれる、取り憑かれるための歌みたいな、そういうことですか。歌取り憑かれるんじゃなくて、俺が引き込まれていくっていう。穏やかじゃねえな。ちょっと今日、あれは多分よ、暴れたでやつ、誰かが。ああ。かなり、憎しみを持ってた、変わってた。背の高い男の人がいなかったら、はい、多分俺たち俺がやべえかもしれん。ああ。うん。だからずっとついてきたんかもしんねえ。女の人の声が聞こえる、うん、聞こえるって言って、ずっと喋ってたからさ、それを。ずっと仕方して、無視して、無視して、無視してって、気にしない、気にしないって言ったら、気にしなずに来たけど。だけど、なんか知らんけど、入り口になると、力がなくなるからっつって消えるからとは言ったけど、ほう、マジ気持ち悪い。何やったやろ、あの無言の女の人がおるんやて。無言無言。女の子はまだダメだっつって相手にしたらかんっつって、はい、うん、乗り移るから連れてっちゃうからっつって言われるかいって言ったで、あえてしかとしたんやけど、ついてきてないなと思って。夜化けたね完全って。夜も暴れたやつが悪いんやって。もうすげえ騒いだらしいわ、男の人いわく。やりよったなあ。あなたたちはそういうことはしない。いや僕らはしないよって言われて、そういうの。うんうんうん。あ、食べて。やっぱそっか。あの無言の女が怖えやつ、すげえ怖えぞ。もうこれ以上俺画像くれんかったもん。こ
割りたくないっていう、ちょっと構ってる場合じゃないなっていう、そのなんか、うん、もうなんか二人を俺らを自分俺らを守らんとやべえかもしんねえと思って。そうか、ってことはその一級品の力を持っただけの子もいるってことなんだな。あのトンネル特急だね。キャー、ちょっと俺も苦戦したな。さすがに戦える元気ない俺には。今までは優しい感じの子やったんやって、あの女の子もいたとか言っとったん、昼間も。ああ、はい、それがや違うんや。そんでその背の高い男の人が、うん、あなたたちが来てから何週ど月日は分からないが、はい、来たらしいんや。4人5人ぐらいかな。タバコは吸うわ、もうやりたい方だったらしいぞ。それであの女の子とあの出口の向こう側におる女の子が怒りを、敵、人間は敵っていうか魔物に変わったっていうの。おお、邪悪な心に変わっちゃったみたいな。だから僕がついていきますからって横に。あ、いや俺別に、うん、すごい結界張ってますよねって言われて、結界張ってるっつって。結界張ってるね、だいぶ張ってますねって言われて、それでも足りないよって言われたから、おっとこれで足りなかったらどうしようと思ったけど、ずっとついてきてくれたでなんとか思った。あくまで手は出さないで威嚇レベルで向こうが抑えてくれたから。っていうかこの人は悪い人だ、この人たちは悪い人じゃないっていうことを説明してても、まあ分かってくれたっていうのかな。そう分かってくれたんじゃないかなとは思うけど、だけど振り向かずに行ってね、帰って行ってくださいって言われたから、とにかく振り向かずに帰って行ってるんだよ。で無理が遅いもんでは早歩きしてくれっつったんや。へい、うん、怖かった、すっげえ怖かった俺。